ヒラノシいい意味で裏切りたい。イブサンローラン・ボーテ、アジア、アンバサダー就任会見をレポ。今最も注目を浴びるイットな人、ナンバー、愛のヒラノシさんがイブサンローラン・ボーテのアジア、アンバサダーに就任したというニュースが、これに伴い新 CM も公開され、その就任発表会が都内某所で行われた。 就任直後のホットな感想やプライベートでも愛用するというイブ・サン・ローラン愛をたっぷりと語ってくれたトークセッションの様子をレポート。アジア・アンバサダー就任新 CM 発表、イブ・サン・ローラン大手の2024年は、ナンバー・愛のメンバーとして話題の平野史洋さんをアジア・アンバサダーに起用したという大々的な発表からスタート。 イブサンローラン・ボーテ事業部長のジャロンチャンさんは、ヒラノさんのスタイルはエッジーでクール、さらに謙虚で、出会う人たち誰もを引きつける引力を持った素敵な方。初めて会いした時に、彼は世界に羽ばたく絶対的なアイコニックスターになると確信しました。ヒラノさんこそイブサンローラン・ボーテを体現する唯一無二の存在だと思っていますとラブコール。またこの日。 平野さん出演の YSL のアイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの新 CM も公開された。人塗りでシックで洗練されたスタイルへと格上げする c o u t u r e m e u p という製品コンセプトのもと撮影された CM では、実際に MM、ムード、ミューズと R10、FO トレス、バーミリオンの2色をまとって登場。 ヘアスタイルもダウンスタイルとアップスタイルを披露し、見るものを引きつける圧倒的な存在感とセンシュアルな表情は、平野さんの魅力が詰まった芸術作品のような一本に。平野仕様に6つの質問。ハイトーンヘアシックなブラックスーツに身を包んだ平野さんは、登壇すると周囲をパッと華やかにし、まるで王子様のような佇まい。凛々しい表情を見せたかと思うと、時折力が抜けたかのようにふわっと微笑む表情が印象的だった。 就任が決まった時の感想を問われると、まずは本当に嬉しかったです。子供の頃からずっと憧れていたブランドでしたので、その世界観に僕が入れるということはすごく光栄なこと。イブ・サン・ローラン・ボーテはクールでラグジュアリーなイメージがあるので、僕なりにそれを表現して皆さんにブランドの魅力を伝えられたらなと思いますとコメント。2024年にチャレンジしたいことは、いい意味で裏切っていきたいな。 というのも、今年の1月1日にナンバー、愛としてデビューさせていただいたこともあり、子供の頃に想像していたような大人になれているのかはちょっと不安なんですけど、笑い、僕も30代への階段を上がっていく年齢になりました。イブ・サン・ローランのメイクアップによって魅力的な男性になっていけたらなと思います。今年はまだ自分も見たことないようなメイクにもチャレンジしてみたいですね。 フレグランスが好きって噂だけど、どんな時に楽しむどんな時、ずっとです。ずっと楽しい、笑い。本当に匂いが大好きで匂いフェチなので、身の回りに常に香りがあると安心します。昨年一緒に撮影させていただいたリブレをすごく気に入って、今もずっと愛用させていただいているのですが、こういう緊張感のある場所でもいい香りを嗅いでいると自分らしくいられる気がします。 実際今日もつけているのですが、今このマイクで喋りながら、ものすごくいい香りを堪能しています。笑い。リュブレはバニラベースで少しスパイシーな要素もある香りなんですが、時間や自分の体温とともに甘みが増してくるような気がしていて、その匂いの変化が楽しめるのですごく好きな香りです。香水をつける場所は、手の甲と足首につけます。僕は手のアクションが結構大きいので、 手首じゃなくて兜につけるといろんなところに香りが広まる気がします。また、体温で香りって上に上がってくるので、香りを立たせるようなイメージで足首につけますね。完成した CM を見た感想は、本当に自分なのかなって思うぐらい、クールに仕上げていただいて、とても素敵だなと思いました。ビューティーの撮影が初めてだったので、不安もあったのですが、いざ出来上がると自分でも新鮮で、新しい一面を見せられたのではないかと思います。 また、COUTURAMEUP という素敵なコンセプトに共感しました。撮影に向かう前にメイク室でメイクをして、最後にこのルージュ、ピュールクチュールを塗らせていただいたんですが、その瞬間に自分自身の気分が高まったと言いますか、背筋が伸びて自信がつくような感じがして、このコンセプトそのまんまらなと、ルージュ、ピュールクチュールの使用感を教えて、大きな声でめちゃくちゃ良いんです。僕、 唇が乾燥しがちでよく塗らせていただくんですけど、保湿のケア成分が80%入っていると伺った通り、本当に保湿してくれるんです。それなのに、つけ心地はライトでサラッとしていて、発色もすごくいいので、どんな方にも似合うアイテムです。また、パッケージも可愛いので、自分自身のお守りになるようなアイテムとして持っていただけたら嬉しいです。メイクを直す時にお手洗いに行かれる方が多いと思うんですが、 僕はわざとみんながいる前でこれを塗りたいな。笑い。どうぞご覧くださいと言わんばかりに、ちょっと流し目で塗ってるところをみんなに見せたいですね。笑い。ファンの皆さんに最後に一言。イブ・サンローランの製品は何か一つ取り入れるだけで、すごく気分が上がって、特別感や自信を与えてくれます。この魅力を一人でも多くの人に知っていただけるように、アンバサダーとして頑張っていきたいなと思っていますので。 どうぞこれからも活躍、活動を楽しみにしていてください。新 CM は、YSL ビューティーの公式サイトやグローバルを含めた公式 SNS、ウェブ広告、表参道フラッグシップブティック、渋谷パルコ、新宿ルミネの YSL ビューティー、ブティックのビッグビジョンなどで公開予定。大人の色気をまとった平野さんの新ステージ。あなたのお守りになってくれる YSL のアイコンリップは要チェック。平野仕様、平野翔 1997年1月29日生まれ、愛知県出身。2023年より、ナンバー、アイ、ナンバーアイとし、活動をスタートし、今月1日にファーストデジタルシングル、ゴートをリリースしたばかり。テキストイコールジンジャー編集部。